はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の二項分布丸三をお送りします。で、これでね、二項分布ラストです。次回からは正規分布が始まるんですが、で、最後は文章系の問題を2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、文章系のね、ちょっと問題になるとうわって思う方が多いんですけど、実はね、二項分布の文章で超簡単なので、はい、あ、もちろん難しいのもありますけどね。で、二項分布がちょっと公式とかがピンとこない方、特に1個前の動画を見てない方がいらっしゃれば、ちょっとそっちを目通してもらえるとありがたいです。多分そっちの方が吸収しやすいと思うので、もしよかったらお願いします。じゃあ、早速やっていきましょう。まず1番はサイコロです。1個のサイコロを100回投げます。だいぶしんどいですけどね。で、その時に3の倍数の目が出る回数を X。で、その X の期待値、分散、標準偏差を求めます。で、二項分布、まあ、同じことを繰り返してるので、とにかく、B の NP さえ分かってしまえば、まあ、前回平均って出し方をしましたけど、平均と期待値同じなので、こいつも、こいつも、こいつも公式で全部倒せるよねって。だからここだけなんだよね、勝負が。いい？で、NP の N の部分、左側ね、N の部分は何回やったのっていう話だから、今回100回なんで N は100です。100回投げてるからね。で、調べたい X は3の倍数の目が出る。3の倍数が出る確率いくつって聞かれたら、サイコロは6個あって、3の倍数3と6、2個しかないから6分の2。つまり約分して、3分の1。これで B の、100の3分の1っていうのが出てきたから。で、これさえ出てしまえば、あとは期待値いきましょう。期待値の EX。は NP、 この2つかけるだけで OK なので、 100×3分の1、 つまり3分の100となります、ね。で、この公式があれ何これって思う方は1個前の動画見てください。そこでね、ちゃんとやってますんで。で、次分散です。 VX、 これも N×P×Q が出てくるんだよね。で、 Q っていうのは1からこの P を引いたもの、1-3分の1なので、今回は3分の2になります。で、まとめると9分の200、これ約分できないのでこれで OK と。で、ラスト標準偏差は、標準偏差はね、もう分散の値にルートつければいいでしょうで OK なので、9分の200です。で、ルート9、下ね、分母のルート9は3になる。で、ルート200は 2×100 なので、100が10で出てくるからね。だから3分の10ルート2で、これで OK となります。いいかな？まあ、本当にね、ここさえ求められれば、あとは公式で解けるよっていう感じ。じゃあ今度色玉、いきましょう。で、袋の中身、赤6、白4です。で、そこから1球取り出します。で、調べてから元に戻すんで、まあ、反復試行になる。繰り返しね。で、それを6回繰り返したときに、赤玉の出た回数を X とする。で、期待値、分散、標準偏差を求めようという問題です。ちょっとね、こんなに狭くしなくてよかったな。こっち行こうか。じゃあ、ここをね、確実に間違わないように書いていきましょう。まず、今回6回繰り返します。だから、N は6です。で、赤玉の出た回数を調べたいので、その X だからね。赤玉が出るのは、10個のうち6個赤。だから10分の6でしょ。で、約分して、5分の3。つまり B は、B の6の5分の3ってわかるので、ね、こう、あとは公式で倒せば OK と。で、まず期待値。EX は2つをかけるだけなんで5分の18と。ね、これで OK です。
で、次、分散。ちょっと数がでかくなる気がするな、ここ。VX イコール、N かける、P かける、最後 Q は1マイナス5分の3なので、5分の2。約分一箇所もできないのか。25分の36。あ、いい数字だね、これね。そっかそっか。はい、こうなります。で、なんでいい数字かっていうと、最後ね、標準偏差。シグマ。書き忘れた。待って、書こう、後で。シグマ X だね。で、シグマ X は、この分散にルートをつけるだけなんで、25分の36。ルート25も、ルート36もちゃんと出るっていう、綺麗な数字なんだね、これ、ね。5分の6。こうなります。ちょっと待ってね、こっち側を。あ、ごめん。ガンってやっちゃった。せっかくなんでね、書いておきましょう。シグマ X は、ルート9分の200で3分の、はい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 2じゃないっていう、よいしょ、ちょっと待ってね、3分の10ルート2と。ちょっとお待たせしました。こんな感じですね。なので最初にも言ったんですが、ここです。もうこの B の部分だけ間違わなければちゃんと解ける公式で。でも逆を返すと、ここを間違ったら全滅します。B のところ。なので、まあ二項分布とかを解くときは、ここだけを確実に押さえるっていう意識をしていくといいのかなと思います。では、今回は高校数学数 B の二項分布丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、二項分布、これで終了です。次回から正規分布をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。